つかるんこん。おつー、メールいっぱい送った今から大量に届くと思います。こんばんは、お疲れんこん。疲れんずくドライブで幸せな気分ね、楽しかったです。皆さんにお知らせがあります。はい、皆さんにお知らせがあります。なんと福フェス番外編の第4回が開催決定しました。イエーイすごーい、ありがとうございます。しれっと発表、ツイッターツイートしたんで、福フェス公式でリツイート、いいね、コメントなどぜひお願いします、おめでとうみたいな感じで見ますので、はい、12月4日にまた同じくね、渋谷オーウエストさんの方で開催させていただくんですが、もう今回は本当に突然決まったというか、なんか第3回までしかやると思ってなかったから、1回目に1期ドラさん、2回目に2期、3回目に 2.5 期と3期みたいな感じで、なんかもう全員使っちゃったんですよ。まあ出れ、仕事で出てない子はいるけど、だからどうしようみたいな、まだ第4回もう4期入れちゃうみたいな感じなんですけどちょっと自分もびっくりしてるんですけど、急に決まったものですから、はい、めっちゃびっくりなんですけど、なんとね、すごい福フェスやるたびにチケットの売れ行きもすごいよく、今回もすごいよくて、よくなってて、でやるたびになんか STU 以外のスタッフの方とか、その東京のアイドル界隈のスタッフの方が結構見に来てくれてるんですけど、なんかすごいやるたびにいいイベントになってるねって声もすごいいただいて、今回じゃあ4回もやりますかってことで開催が決定しました。皆さんが足を運んでくださるおかげです。そして STU メンバーがいっぱい協力してくれるおかげです。そしていろんなアイドルさんが出てくれるおかげです。ありがとうございます。嬉しいです、本当に。第5回のペンションいける。そう、また平日なんですけどね、まあ、平日にちっちゃい感じでやるのもいいなって感じです。普通の福フェスのボリュームシリーズのみたいにいきドーンってやるのもいいけど、まだちょっと準備に半年以上かかっちゃうので番外編のね、方で着実に知名度も上げつつ、 ST をいろんな方に知っていただければいいなと思います。同時にタイムテーブルの方も発表いたしましたので、ぜひお越しください。
お菓子ありがとう。ハロウィン、明日ハロウィンお話し会だ。夜の配信もコスプレしようかな、迷うな、どうしようかな。まあまあ、ハロウィンコスプレ明日のお話し会でしますよ。お話し会来る？明日オンラインのお話し会。ハロウィン明日選挙行くの？オンラインお話し会だから選挙行っても行けるよ。来れる来れる。アイロンかけないと、あそこにあるけど。お待ちしてます。こんばんは。頑張った。今日はめっちゃなんかずっと新幹線に乗ってました。朝7時ぐらいにマリン乗って、7時ぐらいにマリン乗って岡山着いて、めっちゃ人多かったよ。岡山、マリンも岡山も新幹線も、なんでだろうね。岡山に着いて、岡山から新幹線で広島に着いて、でみんなと集合するために一回改札を出て広島駅で集合して、でその5分後にまたチケットもらって改札に入って、また新幹線乗って福岡に行って、福岡でライブして終わったらまた新幹線乗って広島帰ってきた。こうそう、ずっと新幹線でした。今日はさすがに爆睡でしたね。こんばんは。はい。柏弁当ゲットした、食べた。写真撮ったけど背景に駅だから人がやばくて乗れなかった。ぼかす元気があったらぼかすけど、東京方面のホームに行ったらあかんよ。行きかけた今日、危なかった。リネタンと行きかけたわ、危なかったです。癖で東京方面に行っちゃうんだよね。九州方面のさ、広島から、高松からその
九州方面はよく乗る、じゃあ岡山から、岡山から九州方面はよく乗るけど、広島からこうなんていうの、九州方面に行くことってあんまないじゃないですか。広島から新幹線乗るイコール東京方面の方改札ホームっていうもうなんかルーティーンだから、脳みそだから、なんか駅の改札を通ってこっちに行けないんですよね。こっちにもう無意識に行っちゃうっていう恐ろしい癖がありますわ。ハロウィンライブで久々に見れました。ありがとうございます。こんばんは。そんな感じで、で今日はライブして帰ってきて、そうで広島でちょっと一本ライブに行ってあの本当にバカ本当にバカだよね。もう予定積み込まないと気が済まないんだよね。なんか夕方で終わるっていう、え夜なんか行けるなみたいな、そうそう、まあ、福岡残ってもう一本のハロユースちゃんの対バン見てもよかったんだけど、ハロユースまで4つぐらいアイドルいたから、それ全部見るのちょっときついなと思って、体力的に。でそれハロユースちゃんの2本目まで見て帰ってきたら夜11時ぐらいになるなと思って、それはきついなと思って広島帰ったんですよ。あ話したお話し会いるし、広島帰ってきて、あライブ行けるなと思ってから行って、そう見たいやつだけ見て帰ってきた。でも私ライブ途中で帰れるタイプの、あの音楽ファン、いいのか悪いのか分かんないけど、だから自分が見たい人だけ見たらもう帰って家でちゃんと SNS やって福フェスの中の人やってっていう、めっちゃ偉かったな。そう考えたら朝7時のマリン乗って10時ぐらいに広島から福岡行って、で、まあ、福岡から5時ぐらいに帰ってきたんですよ。そうで5時ぐらいに帰ってきて、家帰って1時間ぐらい寝てライブに行って、まあ、ライブを1時間だけ見て家帰ってきて福井さんの公式中の人とツイートとインスタの更新やって、今10時までにそれ全部終わらして、今ショールーム10時から、これもう完璧すぎないか、えすごくない、1日の時間の使い方、我ながら完璧すぎるでしょすごい、お化けありがとう、お菓子ありがとう。そっか31日意外とすぐだから、ちょっとお化けポイント、ハロウィンポイント、お菓子集めないと。いや頑張った今日、ライブも楽しかったし、あのハローユースちゃんの藤崎まりなちゃんの卒業だったんですけど、ヘタレたちをねセンターでバチバチに決めてくれて、セリフも全然間違えないですごいね、あれ STU メンバーでもたまに間違えるのにさ、すごいもう完璧で、すごいもうかっこいいなと思いました。覚えてくれてありがとうだよね、楽しかったです。さすがアイドルしながら大学行ってた人だ。そうだね、あの大学行ってた時が忙しすぎて今若干時間あるって感じちゃうけど、それはちょっとやばい考えだなと思う。しかも今日のハローユースちゃんの対バン、手羽先センセーション ST48 ハローユースだったんですよ。もう楽しすぎて楽しすぎて、え今日仕事だったんかなあれ、なんか仕事、なんかおたかつしに行ったらステージに立たされて自分のファンもいたみたいな感じ、感覚的には今日は。だから一緒におたかつしてくれてありがとうだし、なんかアイドルとしても扱ってくれてありがとうありがとう、楽しかったです。なんか
福田推しの人が今日一番楽しそうだったよ。なんでかっていうと、あの福フェスで対バン行ったら大体 STU 以外知らないなって方でも、福フェスで手羽線とハロウィンユースは見てるから結構知ってたんだと思うの。だからうち上から見てたんだけど、福田推しがめっちゃ楽しそうだった。なんかハッピーライフの振り付けとか完璧だったよ、福田推し。おもろい、マジおもろい。淳二くんナイスナイス、ありがとう。それが面白かったです。福田推し手羽線とハローユースに慣れてるっていうね、面白かったな。明らかに生き生きしとったもんな。それが面白かったですね。 STU ファンとハローユースがこんなに近くなるってもう完全に私のせいなんで、最高だなって思いました。楽しかったですよ、ありがたやありがたや。しかも今日のライブハウスはドラム B1 っていう親不孝のとこのとこだったんですけど、私ハローユースとかイナゴライダーとかを、まあ、あとチカッパ祭とかも勝手に見に行ってたりするせいで、なんかあそこのロゴス系のライブハウスにめちゃめちゃ行ってるんですよ、多分通算で言うと。今年はあんま行ってないけど、ハローユース見に行ったりとかで、だからなんかついにドラムB1 に立ったと思って、ドラム B1 がそんなでかいライブハウスかって言われたらね、普段 STU がやってるライブハウスと別に変わらないけど、あのめっちゃそれが嬉しかったですね。オタ活でしか来たことなかったから。あそこ見やすいよね、見やすいよね、わかるわかる、空間がちゃんとあるしいいよね。こんばんは。今日はそんな感じの一日でした。自分で自分を働かせるのが好きらしい私は。てか忙しくないと病むタイプじゃないですか。皆さん私のことすごいよく分かってると思うんですけど、福田あかりってなんか忙しい方がブーブー文句言いながらも生き生きしてませんか、昔から。なんか追い込まれてる方が輝くタイプだと思うんですよ、我ながら。だから今めっちゃ調子いいです。あ、そうやろ、いい感じですよ。だから死にそうだし、なんか体バキバキすぎるし、なんか疲労回復みたいな入浴剤を買っちゃうぐらいにはやばいんですけど、そうなんか生き生きして、なんか毎日ライブできてめっちゃ楽しいし、なんかいつでも最近本当に感謝してるのは、福フェスのレッスンがめちゃめちゃあるんですよ。もう6時間のレッスンが5本とかあるんですけど、サンキちゃんとの、なんかそれがめっちゃ刺激になるというか勉強になるし楽しいし、今までみんなのことあんまりなんか見てたけど、コンサートとかで公演とかはそんな一緒にレッスンを何時間もやるみたいなことはなかったので、そうそうすごいね、あのいい時間、楽しいし、なんか観察してるみんなのことを、あこんな子たちなんだなって、そうそうそう、そうありがたいです、一緒に出ていただいて。今回の福フェスはなんか
普段そんなにスポットライトが当たらないような STU48 の部分、 STU48 らしさがあるのにあんま知られてないなっていうところを、こうサンキちゃんのフレッシュさもお借りしてこう伝えていけるような40分間にしようかなと思ってるので、なんか結構毛色がまた違うフェスになってると思うので楽しみにしててください。まあ、でも今までで一番 STU 味がすごいあるなっていうセットリストというか、セットリストというかこう組み方になったなって感じですかね。ありがたいですね。楽しみにしててください。配信あるのかな、わかんないけど配信ありそうだよね。配信に関しては私全然知らなくて、なんか気づいたら配信のお知らせが LINE で飛んできて、あれ配信するんだみたいな感じだからそうそうあれだけど、まあ多分あるんじゃないかな、今回も1人やったから。なんでまあ来れない方はぜひね配信で楽しんでいただいてもいいんじゃないかなと思います。キャプテンズ楽しみ。あそうだ、キャプテンズ、でもキャプテンズは配信ないと思う。配信はね多分オープニングアクトはないんだよね、いつも。そう、フロア側もフレッシュになるのかな、客層ってこと。いや客層は多分今までで一番何紳士の皆様だと思います。だって高根子さんとピルアポでしょ。まあ、ピルアポさんのファンは、まあ、どうなんだろう分かんないけど、高根子さんのファンは多分 STU のファンの方と似た感じ。秋元先生系列の流れで来てるでしょ、だってだから一緒な気がするな。だからね居心地はいつもと一番までで一番近い。前回のシロキャンさんの時が多分一番なんだろうな、やんちゃな客層だったと思うから、シロキャンジャムズが。今回はだいぶ落ち着きのある感じかと個人的には予想してます。わかんないけど、はい。多分ね STU の感じに近いと思うよ。こんばんは。楽しかったな、ハローユース呼んでいただけてありがたいですね。つかれんこん、ダメだよ。ハロウィン10個ありがとう。スマホにカバーつけない派ですか。意外とねつけないんですよね持ってるけどカバーあんまつけん。なんかね分厚いのが嫌なんよね携帯が。うん、おメールが続々と。あれなんかお休みメールと四国の子メールの順番が逆だ。まあいいか。
福フェスの凄さにただただ驚いてます。ぜひ来てください。スマホ落とさないのね。いや落として修理出してるよこの前でもまあいいかなみたいな。ゴロミ、ゴロミから電話来ました。ゴロピンクが似合うね。丸いよね結構。もうちょっと引きで丸さをが見たい。どれぐらい丸いか切れとる。あー丸っ、あすごいわ丸い。ゴロちゃんねえ今朝あかりちゃんおったん知ったん。今朝知った。でその手で持っとる部分何かわいい。え埋もれた手が。ちょースケちゃん、うわーかわいい、やば。これはもう表紙やね。うわーかわいい。すごい天才。1位の猫1位。ゴロミは古いよね。尻尾がしましま。アルマジロの真似、アルマジロの真似1位。かわいい、すごいね。あーやる気なさすぎるわ。まるでもバイバイ。ゴロミがアルマジロに似てる。似てましたね。にゃんすけさんすごかったな。今日のラテつぶやこう。ポスト。今日のラテスタ。
セイセイトです。このおでんとカフェラテは自分のと思いきや、あの葵ちゃんのおでんを奪ってます。葵ちゃんがしみしみ大根好きでしょって言っておでんをくれるっていう、あの正直私がしみしみ大根好きって去年言ったの覚えてくれてて、あのマジで付き合おうって思いました。カープ HK ハロウィンベアありがとう。オイターじゃないです、あのハローユースの葵ちゃんです。葵って名前はいいんだよ、だいたいいい子なんだよ。今日ね、そうマリマリがねお手紙くれたんですよ。マジ泣いた。私があげなきゃいけないの。マジでめっちゃいい手紙なの。全然あの言っちゃいけない内容とかないから。あかりちゃんへ、ちょっと BGM かけてみんな頭の中で、あの生誕祭の時の BGM。 あかりちゃんへ、今日はハローユース主催ライブに来てくれて本当にありがとうございます。コラボも本当嬉しかった。私のアイドルのルーツは48だから、そんなみんなの中に一緒にステージに立ててることが夢みたいでした。こんな機会を作ってくれて大感謝です。かわいい。そしてあかりちゃんにずっと伝えたかったことがある。え、あかりちゃんがハローユースを推してくれて、福へしに呼んでくれて、私たちはたくさんの人の前でパフォーマンスする機会を作ってくれたこと本当に感謝してます。人に見てもらえれば、チャンスがあれば見つけてもらえるって自信はあったけど、まず見てもらうことがハードルが高くて、お客さんが一桁とかも経験してるから、福フェスの2回目と3回目のハッピーライフで赤井ちゃんとコラボした時嬉しくって、でももうこの景色私は見れないんだと寂しくなって泣いちゃった。えーん、だからあかりちゃんにはありがとうって何回も言いたいよ。ちなみに文字がめっちゃギャル。かわいい。これからもハローユースよろしくお願いします。こちらこそ。あとあかりちゃんってほんとすごく細かいところまで頑張ってて偉すぎてすごい。 SNS も配信もまめで、やばい見られてる。ほんとうちのメンバーに見習ってほしい。そんなことないよ。コミュ力もすごくて尊敬してます。そんなことないよ。アイドル楽しかった。最後に一緒に出てくれてありがとう。今度はカフェとかに行きましょう。私もラテ大好き。あかりちゃんも好き。マリナよりラテのオタクが生まれてしまったか、また。こんな感じ、可愛くね。宝物だよねこれ。死ぬ時にこれ墓に一緒に入れてもらおう。以上です。素敵なお手紙をいただきました。可愛いよね。アイドルにこんなのもらってからに。いい手紙だよ。ありがたいですよ。いつでも遊びに来てほしいわ。福岡なんてね、1時間で行けるんだからね。下手な広島市内より近いわ。って思いました。なのでマリマリいつでも遊びに来てください。私も行きます。
優しい。いい友達に出会えたことに感謝だよ。ありがたいっすね。俺も友達からの直筆の手紙大事に取ってる。いいね。埼玉のいたん、ハロウィンかぼちゃ10個ありがとう。奥さんからの手紙を取ってる。かわいい。って感じ。私はちょっと今月中に香川大学祭の瀬戸利がおもろすぎたんで、香川大学祭公演をしたいんですよ、ショールームで。そう、でもあれね、40分もあるプラスショールームで、ショールームでやるとさ、フルサイズでかかるじゃん。だからさ、40分の瀬戸利の、あ、じゃあ1時間の瀬戸利のはずが1時間半ぐらいかかると思うの。ちょっと2回に分けたりするかもしれないけど、それをやりたいなと思ってます。今日やりたいなと思うけど、一旦ご飯食べていい？お腹空いたから一旦ご飯食べます。香川大学の瀬戸利が面白かったんだよ、本当に。なのでね、ちょっとね、ぜひ見てもらいたいなって思いながらもね、ちょっと割と時間がかかりそうな。今日はがっつりしたものを食べたい。納豆ご飯を食べると決めている。とりあえず納豆ご飯と何にしよっかな。あんまないんだよな今。スーパーしばらく行ってないから。何がいいかな。餃子もないし。ないな、全然何にも。何にもね、チャーシューかぼちゃしかない。卵を入れたの納豆に。いいな、卵。どうしようかな。
炭水化物しかないざんす。どうしよう。だってさ、納豆ご飯のおかずにラーメンとか食べたらもうさ、デブまっしぐらってことじゃないですか。どう考えても。どうしよっかな。やばいやばい、家すぎるこの格好。あ、いいもの発見。しかも2024年10月が賞味期限。北海道シチュー、これいいんじゃないか。よくね、これだ。これだけになった、ようやく。でもこれも2024年10月だ。まあ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 、いいでしょ。ちょっと整理していい？このトレーナー久しぶり、冬が来たって感じがするでしょ。リスナーにこいつとは結婚できねえなと思われてんのかな。思われてそう。
海道シチュー1分50秒なんか1本だけチュール発見したんだけど猫なんかな。ありがとう。全然コメント見てなかった。ずっと上にいた。すごいスペースが空いた。いやいや、ミラーもありがとう。あのこのさ、上に登らないと入れれないかったから、上の棚がね、上の棚は全然使ってなかったんですけど、今そこに全部いろいろ詰め込んだんですよ。そしたらなんかすごい良かった。納豆使っちゃいます。今日はね、がっつりモードなんで。えへへ、普通のおかめ納豆さんです。今必死に納豆のあのセッティングしてるんで、ちょっとお待ちください。行きたいです。お化けちゃんギフト集めてるので、よかったら皆さん
送ってください。お化け、かぼちゃ、なんかゾンビ、お菓子などハロウィンギフトお待ちしてます。ありがとうございます。よし、夏を2パック入れてやったぜ。へっへっへ。シチュー、このね、シチュー大好き。北海道シチュー、なんかシチューを一回自分で作ったんですよ、去年の冬に。でもそれで分かったことは、なんか具材とかいろいろ買って、なんか自分でやるより、もうこれを買ったら確実にうまいし安い。一人暮らしの悲しいとこ、自炊が必ずしも正解ではない。今日の晩ご飯はじゃん、シチューと納豆2倍増しご飯です。イエーイ。いただきます。うまい。どうぞ。人参と肉と芋が入ってる。いい感じです。具材から煮込んだのかな、ハウス食品がね。うー、納豆嫌いの地獄みたいな絵面ですけど、うん、うまっ。うまっ。
うまい。全部顎に、わかるよ、この納豆食べた時のさ、全部顎にくる感じ。キュアリも好きだよ。うまそうに見えない？そう？そうかな。卵かけチーズ納豆ご飯、え、チーズ合うんだ。うまっ。じゃーん、これは気持ちいいでしょ。食べたくなってきた。うまっ。おざま、ごちそうさまでした。ふう、一瞬だったな。ふう、皿洗おう。納豆臭くなりそうだから。納豆臭いキッチン嫌じゃん。よっ。先に歯磨きする。
エラがって頑張った今日。よいしょ、よいしょ、はい。こんばんは。ドゥルンドゥルンダルルルね、明日ねちょっと明日お話し会終わって会社に戻ったら会社で配信しようかな。でコスプレを会社で着替えて帰るってしようかな。どうしよう、そうしようかな。
こんばんは。復活どうぞ。復活です。どうぞどうぞ。頑張らんといけん。なんか歯磨き粉ついてんだけど、赤ちゃん。甘いなと思った口の周りが。赤ちゃんだった。頑張る。何が何でんの。どうしよう。助言をくれ、助言を。
うどん、博多うどん、博多うどんって何？わざっぱなったった。フェス第4回どうしようかね。え、私ハローユースの TO なんやって。やった。ALT に書いてある。嬉しい。引用リツイートしよう。アリちゃんユニバー行っとる。かわいい。キティちゃん、キティちゃんの格好のアリちゃん、かわいいね。ニート、ハロウィンかぼちゃ10個ありがとう。アリちゃんコナンくんの格好で配信してた。あれか、飲まされてんだやっぱ。二十歳じゃないもんね、どう見ても。なんかコナンくんもさ、なんか飲まされてるじゃん、子供になるやつ。アリちゃんもやっぱ飲まされてんだきっと。そういうことか。納得しすぎやろみんな。アイちゃんはね、黒の組織に追われてない、あの黒ギャルの組織に追われてる。
黒いあの黒ずくめの男たちじゃなくて黒ギャルに追われてるうちの男のミーツに来て。うん、あ、れたい。ねえ明日のコスプレさ楽しみ？ねえ楽しみ？ねえねえねえワクワクして、ワクワクして、ワクワクしろや。わーい。楽しみだよね。みんなのコスプレも楽しみにしとくよっ。